またまたお久しぶりです。中年オタッキーです。年末のね、繁忙期にもうすでに物流業界は入ってまいりまして、寝る時間もなく走っております。で、今日はね、ちょっと祝日ということで、泊まることができましたんで、家には帰れないんですけど、泊まることができましたんで、ちょっとビデオ作ってます。今日はね、前々から申し上げておりました、これオールドレンズをつけてるんですけど、アルファネックス C3 の中古を安く購入しましたので、こいつのレビューをしていきたいと思います。それでは本編スタート。なぜね、このアルファネックスの C3 を購入したかというと、まあ、単純に安かったからなんですね。これもうほとんど新品同様で、ヤフーオークションで5600円っていうのが出てまして、入札する競争者もいなく、5600円でそのものを購入しました。ただ充電器がついてないということだったんで、Amazon さんで一番安い充電器を探したら、680円送料込みだったかなのやつがありましたんで、それ送ってくるのに2週間ぐらいかかりましたけど、680円かなんかで充電器を買って、まあこいつの本体の送料も入れたら、そうですね、7500円ぐらいで買えたのかな、全部で。まあSD カードはもちろん別ですけど、まあ SD カードは持ってたんでね。で、このカメラの率直な感想なんですけど、まあとにかく小さくね、コンパクトに作ることを目的に、ただそれだけを目指して作られたのかなっていうぐらいね、ちっちゃいんですよ。で、純正レンズだったらね、もうこんな薄っぺらい、このぐらいで終わっちゃうような薄っぺらいレンズになってくるんで、携帯性もいいですし、画質もね、全然いいです。すごくいいです。まあいくつかね、注文するとこはありますけども、まずはね、その画質の方を先に見ていただきましょうか。ちなみに今日はね、これキヤノンの FD のズームレンズ、35-70のズームレンズがついてますけど、撮影したレンズはね、50mm とかのレンズを使ってます。そうですね、常用するんだったら 28mm か 24mm ぐらいの単焦点がスナップ撮影とかには向いてると思いますね。で、ポートレートには 50mm ぐらいがいいんじゃないでしょうか。まあそれではとりあえずは写真の方を見てください。とりあえずね、写真見てもらったんですけど、ミニオンの写真はね、撮影モード標準、まあキヤノンでいうところのピクチャースタイルですか、を何も手を入れてない標準のモードにしたんですけどね、目で見たよりも明らかに鮮やかに写ってます。で、ひまわりとコスモスが写ってる写真ですね、あれはもうビビットっていうね、より鮮やかに映るモードがあるんですけども、ビビットにして撮りました。それでかなり彩度が上がって撮れてますね。このカメラのね、最大の特徴はね、とにかく鮮やかに撮れます。見た目よりも鮮やかに撮れますね、明らかに。そので、これはまあいいのか悪いのかって言ったら、俺はそんなに好きじゃないですけど、まあ、インスタとか、まあね、SNS、ツイッターとか SNS で、いいねをもらうにはいいカメラなのかもしれないですね。で、まあ、携帯性はいいんですけど、こういう重たい、ちょっと大きめのレンズをつけたらもうね、ちょっと安定して撮ることがもうはっきりできません。もうね、レンズを持ってるのかカメラを持ってるのかよくわかんないぐらいの状態になってます。特にね、俺今右手がちょっと調子が悪いんで、余計なんですよね。で、まあ、それともう一つね、ファインダーですね。ファインダーというか、まあモニターなんですけど、まあこれモニター、可変するモニターでね、確かにね、もう こんな感じで撮るときとか、まあこんな感じで撮るときにはいいモニターなんですけどね、晴天日中はもうまず見えません。はっきり言って全然見えないです。もう一番明るくしてるんですけど見えない。で、やっぱこれかなりストレスが溜まりますね。そうだなぁ。
屋内撮影とかにはいいんでしょうけど、実際その常用するカメラとしてはやっぱり EVF がついてる、ミラーレスカメラの方がいいかもしれないですね。で動画も撮れるんですけど、動画の方はテストしてません。なぜかって言ったらマニュアルフォーカスのレンズつけてるんで動画なんか撮れたもんじゃないんでね。で最後にちょっともう一枚だけね、これ UK モード、夕日をね撮るモードがあるんですけど、その写真をねちょっと一枚紹介したと思います。見ていただけましたでしょうかね。これ使ってる人いるのかなっていう、まああの UK モードにしたらね、全部ねちょっとあの赤っぽく映る、全部が赤っぽくなるんですね。あのこんな夕日の景色はありません。俺ねあのいろんな人がね結構あの写真を加工してインスタとかに上げてるんですけど、まあ、あれはちょっとね僕は反対派です。もちろん好きな人もいるんでしょうけど、そのなぜかって言ったらね、もうそっちの方に麻痺してしまって、その本当の夕日がね夕日で感動できなくなっちゃってるんですよね。もうものすごいみんな色付けしちゃって、めちゃくちゃ赤い夕日とかめちゃくちゃマゼンダかかった夕日とかなんかしょっちゅう見ますけど、それどうなのかなと思いますね。で、まあ、このカメラはねそれをねもう内蔵しちゃって最初からねそれができるように内蔵しちゃってるんですね。でインスタとかでねいいねをたくさん欲しいっていう人はねまあいいのかもしれないですけど、まあそうですね、僕は好きにはなれないかな。で画素数はねこれ1520万画素だっけ、1620万画素だっけ、ちょっと忘れてた。結構解像度が高いです。で2011年ぐらいに発売されたモデルなんですけど、こいつがねそのほぼ未使用の本体が5600円で買えてしまって、これねあの FD マウントのアダプターをつけてキャノンの FD レンズつけてるんですけど、このアダプターはね送料込みでね1600円ぐらいでした。でものすごくまあこれちょっとボロなんでやっぱ無限遠が出なかったりするんですけど、でまあ安くね手軽にね写真を始める人にはもしかしたらいいのかもしれないです。でマニュアルフォーカスの合わせやすさになりますけど、これ見えるかな、これね合わせてたらね合ったとこがねちょっと黄色く変色するんですよ。一応ね MF アシストって言ってこれアップにもなるんですけど、それアップしなくても戻した、アップをしなくてもねこれ合わせたとこがねわかるかな、これ見えるかな、黄色く変色するんですよ。でここにピントが合ってるよっていうのがわかるんで、一応そのマニュアルフォーカスでもねそんなに使いにくくはないです。ただあんまり明るいところで撮ってるとまあ見えないですね。まあそんな感じです。このカメラね好きな人はすごく好きかもしれません。とにかく鮮やかに撮ります。まあソニーさんのカメラってね全体的にそういう傾向が強いと思います。だから写実的に撮るとかだったらもう断然ニコンとかがいいと思うし、その鮮やかにひたすら鮮やかに撮ってきらびやかな写真を撮りたい人はソニーのカメラはいいと思いますね。そんな感じです。まあソニーのカメラのことを散々バカにしてきて、でよく考えたらソニーのカメラ使ったことないやと、まあこいつもソニーの端くれなんでちょっと使ってみようっていうね考えで、まあ、安かったっていうのもありまして購入してみました。今後常用するかどうかちょっと微妙ですけど、まあ、フィルムの方でたくさん撮ってるんで必要ないかもしれないんで、もしかしたら処分するかもしれないですけどね。まあそんな感じです。今日はねパッとしない動画になりましたが、ソニーさんの α-NX-C3の紹介になりました。インスタでいい写真をあげたいっていう人にははっきり言います、おすすめできます。まあ日中その明るいところはこうなんかこう影を作ったりして工夫してください。はい、今日の動画はそんな感じです。次の動画ねネタがありすぎてもうどれにしたいかよくわかんないし、ちょっと今ね神戸で泊まっててねちょっと歩いてトラックを止めて歩いて、カメラ屋さんに行ったらねこのカメラが580円で売ってました。これねハーフサイズカメラのキャノンデミっていうんですけど、これ多分初期型ですね。で壊れてたんですけど今1分ぐらいで修理しても直りました非常にお買い得だったですね。まあこういうカメラもありますし、他にもねいろいろネタを仕入れてきてるんで、また
交互いきたいと思います。で、カメラプレゼントの続編なんですけど、まあ期待してる人も少ないでしょうけど、ちょっと前回の応募者があまりにも少なかったんでね、そうですね、なんだっけ、チャンネル登録か、チャンネル登録者が300人を超えたら再度計画します。もう実はねカメラ買ったんですよ。もうすでに3台になってる、うち1台はちょっと調子悪くて今修理中ですけど、他2台がもう動いてるんで、もうね用意はしてあるんですけど、もうちょっと待ってください。応募があまりにも少なくてアホみたいだったんで、まあそんな感じです。もしよろしかったら、初めて見てる方、まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録お願いします。で、いいねと思ったらいいねボタンを押してください。まあ今日の動画あんまり良くないかな。それじゃあ、次の動画までまたごきげんよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。